スライドをお見せします前に、ここに表題がありますように、胎児の世界と命の波という表題に書きました。命の波というのは一体どういう波であるかという、この問題を最初に少し皆さん方に考えていただきたいと思います。私たちは一生の間に何度も着物の袖に手を通します。着物を着ます。皆さん方も今法被を着ておられると思います。そこで一つのその謎を謎があるんです。その謎は何かというと、私たちは一生の間にその二度だけですね、その自分ではその脱ぐことができない着物を着ると。その着物は一体の何かと、もう一度申します。私たちは一生の間に二度自分では脱ぐことができない着物を着る。その着物は何かと。こういう謎はあまり皆さん方お聞きになったことがない。私も知りません。最近ある本で読んだので、そこにそのヒントがありまして、そのヒントの一つに、その着物の中の一つは、二つの一つは、泣きながら着物を立ち、泣きながら脱い、泣きながら着せると。でもう一つの着物は何かというと、泣きながらをその微笑みながらに変えて、微笑みながら立ち、微笑みながら脱い、微笑みながら着せると。それがヒントだそうです。だからもう皆さんお分かりになるだろうと思う。一つは産着です。母親が着せる産着で、もう一つはですね、今度子供が着せる、子供が親に着せる、棺桶に入れるときに着せる京片びら、つまり産着と京片びらは、なるほど、自分では脱ぐことができないです。でこの四国88箇所のお遍路さんは京片びらを着てお遍路参りするらしいです。あれにはポケットがないらしい。でなるほど、棺桶に入るときに別にハンケチとか財布とか入れる必要がないですから。でまた産着にですねポケットもない、こう赤ん坊別にポケット。そのでなぜこういう話をするかと申しますと、生と死ですね、生死、生きることと死ぬこと、生死というものは我々一般に片一方はおめでたい、片一方は不幸なこと、吉凶家福是非善悪で生と死を我々見ますけれども、しかしながらこの生と死の中にはですね、非常に似通ったところがあります。でいかに似通ったかという、一つのあるとして産着と京片びらを挙げたんですけれども、最近は両方ともですね、病院でやります。病院で赤ん坊、病院で死んでいく。確かに病気で死ぬときは病院へ行くの。赤ん坊を産むときなぜその病院へ行って赤ん坊を産むのかと。ですから両方とも畳の上ではなくして、その病院の鉄のベッドの上で行われます。でしかも両方ともその区役所に届けます。で両方ともその名前をつけます。だから片一方がお筆屋で、片一方が初難家です。非常にこれよく似てる。これもっとよく似てるのはですね、これ両方ともその性ですね、性というのは生命の性じゃなくして最近流行りのセックス、そのセックスと密接不可分の関係があるというんです。で確かに赤ん坊が生まれるときは
これ両親の性の営みの結果赤ん坊が生まれます。ですから赤ん坊が生まれるときには必ずその性の営みが転向する。そしたら死ぬときですね、死ぬときと性とはどう関係があるのか、これ我々人間の社会ではどうもそういう死に方はあまり社会的には歓迎されない。時々新聞に載ります。死んだ場所がどうもいかがわしきところであったと、心筋梗塞を起こるんでしょうけど、しかしこれのですね、一番分かりやすい例は皆さん方はご存知かもしれないが、カマキリなんです。カマキリが交尾をしてるところ皆さん方ご覧になったかもしれませんが、メスの上にオスが乗っかりましてですね、ちゃんと生殖門をくっつけて、でひょっと見るとオスがその顔をこう180度ねじ曲げて、メスがで上の自分の上のオス の, 三角形の頭を本当に美味しそうに食べております。そしたらオスはですね、少しも痛がらないで、なんかこう実に甲骨鏡で食べられてる。でこの現象は特にその私たち男性にとりましたら、これ由々しきことですよ。で一体これどういうことかと、でまあこれいろんな解釈があるんですけれども、これはまあ卵、生まれてくるべき卵の栄養になってるんだと。しかし栄養になるにはですね、もうその時はすでに精子が卵の中に入って卵膜ができて、その段階になっていくらメスが栄養をとっても、確かに頭とか三角形のあれほとんど目玉ですが、タイの骨虫っていうのがありまして、あれ目玉が美味しいです。だから脳みそも美味しい。目玉とか脳みそにはやっぱり特殊のタンパク質があると見えて、本当にカマキリよく知ってる、一番栄養のあるとこ食べるんですけど、しかしこれはね、もうセレモニーだ。昆虫がその交尾に際してそのようなセレモニーを行うとは、儀式を行うとは一体何かということなんですけれども、しかしよく考えてみますと、やっぱり私たち人間もですね、いや人間というのはこう男性の方が多いですけれども、その一時に食われるか40年のですね長期月払いでニコニコ貯金というのがありますけれども、それで食べられるかの違いで、これ本質的には変わりないとか、私 そのことを分かりまして、しかしそんなことは本の一行にも書いてないですけれども、それが分かりまして、私こういう職業柄、卒業生によく結婚の披露宴に招待されまして、どうぞ先生来てください。でその披露宴のこのひな台に新郎新婦が並んでるのをじっと見てますとですね、だん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 顔が三角形になってきてこう重なってくんですよ。それでそう言っとるうちに祝辞お願いしますって言って、しかしこういう席上で食べられるとか死ぬとかですね、こういうことはあんまり言うたらいかないから、こんなことは言うまいと思ってるんだけど、ついつい口に出てしまいまして、ところがその話をしますと、ね、不思議に会場が非常にこう和やかになりまして、みんな心からこのうなずかれるわけですね。でつまり毎年12月が来ますと鮭がふるさとへ産卵に登ってきます。でそこで生まれたのが翌年の春から夏にかけて、まあ、例えば石狩川で生まれますと、それがずっと太平洋を登場しましてカリフォルニアの沖合まで行くんですね。でそこで今度もうたらふく食べて、でもうすっかり成長して、それで今度再び自分の生まれ故郷へ帰るわけです。でそこで産卵放生するわけです。で皆さん方女の方ですね、
お産するときには必ず己の生まれた家へ帰ります。主人の実家へは決して行かない。例えば都会で生活している夫婦ですね、自分の生まれたところへ行ってお産します。これ鮭と全く同じです。ただ男性の場合はですね、これ自分の生まれた家へ嫁を連れて帰って、でそこで初夜をするわけです。ただ人間の場合はその性行為とお産とは時期がずれます。十月十日ずれて何するわけですから。ただ魚の場合は同時に最初まあ産卵して、その上精子をかけるわけですけれども、魚から人間に至るまでですね、この己の生まれたところへ再び帰ってきて、そこでその次の代を産み落とすという、この行為はその生命現象のどうも鉄則のようです。それで問題はそこで卵を産み精子をかけますと、その瞬間からその死が始まるんです。で死がどういうふうにして始まるかといいますと、カビがですね、カビが繁殖するんです。でそのカビの繁殖の仕方が非常に速やかで、大体まあ48時間ぐらいでもう全部白骨になるまでそのカビが食ってしまいます。でこのあまりにも速やかな老化現象ですね、まあ、これは生物学者にとっては本当にドラマチックな出来事で、その最近老人科学、老化現象の研究がいろいろ進んでるんですけれども、この鮭が産卵放生してから後のその速やかな老化現象が非常にその研究の対象になっておりますけど、まあ私たち人間もですね、大体そのうちの大学では美術の学生がいますけれども、ヌードのデッサンするときですね、そのやっぱり一番光り輝いて見えるのはやっぱり初潮のところだそうです。で初潮を過ぎましてですね、それからあとはただひたすらもう老化の一途をたどるそうです。ただそれは非常に時間がかかります、鮭と違って。でそのですから15、6の頃からもうすでに老化が始まって、その一つとして動脈硬化がですね、もう20歳前から起こっていると。ですから鮭が48時間かかってやるところを人間はですね、まあ40年ぐらいかかってやるわけなんですけれども、とにかくそのように生物質、生を終えてからあとはただ死が待ってるだけです。ただ哺乳動物の場合は子供を育てないといけないので、それだけの間また寿命がありますけれども、鮭の場合はその川の水が母親ですね、から海で産卵する場合は海が文字通り海の母親です。ですから親はもうすぐその場で死んでいいわけです、ね、ですからそこにはその白骨が骨の層が例えば石狩川の上流の鮭の産卵の時に毎年一層ずつ骨の層ができるわけです。翌年が来たらまたその上に骨の層ができる。例えばこれが1万年の歴史があるとしましたら、骨の層が1万層、年輪が1万あるわけです。でおそらく石狩川はあれができてからおそらく数十万年、あるいは100万年近い。でその頃から当然鮭は太平洋にいましたですから、その頃からもし産卵しているとすれば、石狩川の川床にはですね、あれです、100万の骨の層があるんです。しかしそれは私たち人間も先祖代々ばかりっていうのがありますですね。いくら掘っても骨ばっかり出てくる。つまり全部やっぱりそのように我々はふるさとへ帰りまして、でそこで時代を増やして、でそこで死んでいく。それでふるさとから出ていくときはですね、食を求めて出ていく。本来であれば生まれた場所に食べ物が豊富であればですね、これはいいんですけれども、それがないもんですから、ついつい遠出をして、そこで餌を求めるわけです。ですからそれがですね、いわゆる出稼ぎ、
出稼ぎ、これは職を求めるからにお金を求めるわけですね。それで自分の里へ帰ってくると。ですからそのように自分の体が大きくなっていく、栄養で今度子供を増やすと。これがちょうど植物では葉っぱを茂らす時のですね。だから稲穂、この黄金の波、開花結実ですね。成長反応と開花結実という二つの生活層があるんです。だから最初は食べて大きくなっていく、次は食べるのをやめてただひたすら子孫を増やしていく。食と性の層が二つありまして、鮭の場合はその二つの場がですね、太平洋の西と東に分かれておりまして、それを行ったり来たりしていく。それもその地球的な運動、その太陽系の運動に合わせて巨大なその振り子運動をやっている。それが非常にその小規模となったのが出稼ぎに行って、でふるさとへ帰って、もっと小規模になったのが職場と家庭です。職場と家庭を毎日行ったり来たりしている。このような一つの営みがあるんですけれども、まあ、この営みでの中でその時代を産み落としてやがて死んでいきますね。で死んでいってからどうなるかというと、これは土に帰ります。さっき申しましたようにカビが生えましてですね、でカビが分解してくれるんです。でこれは植物も同じで、いつかの NHK のテレビに出てましたですね、林が新陳代謝を行うときに樹木がこう倒れます。それキノコが入るんです。でキノコによって初めて樹木がいわゆる朽ちるわけですね。でもしキノコが生えないとその樹木が朽ちるのにものすごく時間がかかって、その土地が塞がれてしまって新しく生えてくる余地がない。ですからそのカビというのは非常にその動物でも植物でもそれを土に返してやるという非常に大切な役目を背負っております。で特にそれが寿命が過ぎますとですね、そのカビの繁殖が早い。もちろん私たち頭にカビが生えたら白くも、顔に生えたら畑で、陰部で陰部に痰し、爪にできたら水虫と、これカビたくさん持っております。動物もですね、植物もしいたけの栽培とか猿の腰掛けとか、あれ全部カビなんですけど、そのカビがとにかく寿命を終えた動物と植物をその大地分解しましてですね、大地に返してくれるわけです。だから文字通りその地球そのものに変えるわけです。インドのネール首相ですか、非業の死を遂げられて、骨をですね、飛行機に積んでヒマラヤの上から骨を巻いたそうですね。まあこれなんか一番手っ取り早い方法で、カビが何するのは時間かかるんで、もういっそのこと火葬にしてしまいましてね、片一方煙で大気ばらまいて、まあいずれにしても我々死にますと全部そのようにして宇宙に帰っていきます。そしたら今度は生まれてくる時はどうか、これもすべてこの宇宙から生まれてくるわけです。でまあ一番具体的にはですね、大地から生まれてくるわけです。ですから地球を作るいろんな元素があります。でその元素の中には六化クロムとかヒ素とか水銀とか猛毒の元素がたくさんあります。しかし私たちの肉体細胞を分析しています。そういう猛毒の元素はすべて含まれております。ヒ素も水銀も六化クロームも細胞の中には全て含まれ、つまり地球を構成する元素は全部我々の細胞の中にあるわけです。ただそれは非常に微量です。ですからちょうど我々の細胞の一個は地球をその餅をちぎるみたいにそのちぎってですね、それでその細胞ができるわけです。でまあオパーリンというソビエトの学者はそれは原子の海から最初にこの丸いこのドロップ玉ができたと、そこから一つの大砲ができたと。
ただ最近アメリカのノーベル賞をもらった分子生物学者がですね、この生命物質はどうもその天の川、この銀河系のその宇宙空間にですね、アミノ酸の物質は随分たくさんいるっていう。アミノ酸、タンパク質を作るアミノ酸は地球のだけかと思ったらそうじゃない。天空の彼方にアミノ酸は充満してる。それは隕石を分析してみて分かったことらしいんです。そしたら60何年去年行きました、ハレー彗星、今年ですか、ハレー彗星がですね、何十年に一遍ずつ地球をそーっと通過していく。でハレー彗星の尻尾の中にですね、アミノ酸がものすごくたくさんあるらしいんです。でそれがその地球をかすめるときに、そのこの霧のごとくに地球にそのアミノ酸が落ちてくる。それがどこに落ちるかというのは、まさにこの今日その言いましたその泥の海にアミノ酸が落ちる、粘土層に落ちる。ただそのアミノ酸が落ちた粘土層がですね、そこから生命物質ができるような条件は地球ができてから今までにたった一度しかなかった。ちょうど地球がその火の玉から冷えかかってですね、ちょうど毎回に冷えた時にそのハレー彗星が来たと。ちょうどそのとそれが大体今から40億年前らしいですね。そうなってきますと、もう我々の生命物質は宇宙の彼方から来た。まあいずれにしても宇宙の彼方であれ地球であれ、これ宇宙そのものです。そのようにして最初の細胞ができたわけですね。で今度死んでいくときは再び宇宙に帰っていくわけです。大地に帰っていくわけです。ですから、まあその宇宙の彼方っていうのを何すれば、とにかく地球から生まれ地球に帰っていくわけです。たったそれだけのこと。それだけのことをその未来永劫といったら大げさですけれども、その命の波としてですね、続けていってるわけです。地球から生まれ地球へ帰っていく、地球から生まれ地球へ帰っていくと。ですから、もうとっつぁん日の丸っていうのがありますけれども、この日の丸は地球なもんですから、これだけまあしっかりしたものは地球から生まれ地球に帰っていって、まあ、それだけの一つの現象が生物現象です。ただですね、ここで一つ、最初その受精卵ができた時にその受精卵はすでに細胞なんです。ですから地球から最初の生命物質のその原子の細胞ができるまでの過程ですね、これはもうすでに生物が発生してからはその過程は省略してるんです。どっから始まるかというとですね、地球から始まるんじゃなくして、その最初にできた一個の細胞から始まるわけです。で死んでいくときは地球になって死んでいくわけです。で問題はその最初の細胞から始まる。その細胞がどのようにして我々の体になるかといいますと、今最初にご紹介がありますので、そのちょうど今から30何億年前にその最初の生きた一個のちっちゃなその細胞、生きた細胞ができてから今日までその、まあ、30億年の長い進化の歴史がありますけれども、それをですね本当に忠実に、実に忠実に、どんな動物もですね、どんな動物ももう最後の受精卵から実に忠実にその長い地球の歴史をですね、絶対に省略しないで全部それをやり合う。カマキリもそうだし、我々人間も、シャケもそうだし、ヘビもそうだし、ドジョウもそうです、シャチもそうだし、カメもそうだし、もう全部それを実に忠実にやってくる。ですから私たちはですね、母親の中に最初にその受精卵ができてからおぎゃーと生まれるまでですね、本当にこのパントマイムっていう無言劇ですね、その早変わりっていう、パッてやったら衣装が変わって別の人間になりますね、まあ、そのようなその早変わりの無言劇をもう全ての受精卵がそれをお腹の中でやり続けて、みんな大人に、でやがて時代を追って今度は直接大地へ帰っていくと。
それをもう繰り返してきたわけです。でその無言劇というのが一体どういうふうなことか、これはあのスライドでですね、あのお目にかけるのが一番いいと思います。でこれはあの私どもの大学で、あの大学と申しますと保健体育というあの必修科目がありまして、で保健の講義、保健理論という講義があります。でその保健の講義の中で非常に大切なのは性教育、つまり性というものをどのように考えるかという、まあ、この問題 で、まあ、私なりにその性、まあ、普通性教育といったらあの非常になんかこうこ怖いという印象が、スウェーデンから来た性教育のスライドなんか見ますとですね、非常になんか恐ろしい、なんか怖いという、そういうふうなものじゃないと思いまして、それであのお腹の中でですね、その生命誕生のそういう長い歴史が子宮の中で行われる、このドラマをスライドで若い人たちに見せてあげるのが一番いいんじゃないかと思って、それでそのスライドを作りました。でこれはあのやっぱり少しでも多くの人に知らせてあげた方がいいんじゃないかというので、それであの2、3年前にあのちっちゃな本を出しまして、それ以後こういう機会が時々ありまして、どこへもそのスライドを持っていきまして、であのみんな見てもらっております。その2、3年前はあの私のふるさと香川県ですが、このそこの高等学校のなんか10周年記念、その体育館に1000人余りの高校生が集まりました。その前でそのスライドをやりました。そしたら若い人たちにですね、そのかなり強烈なる反応があのこう肌で感じられますけれども、それと同じスライドです。じゃあそしたら、これは皆さん方、あのこれで聞こえます。これはもうどこにでも見られる光景です。ちょうどここに枯れております。これがあの食の生活を象徴するあの葉っぱですね。でこれが生の生活を象徴するあの実です。花、花咲き実を結ぶ、これが花咲き実を結んだ時にはこれは枯れます。でここから一個の裁縫が種という形で下に落ちます。ところがここに落ちるとここに過密になりますので、その昆虫とかそんなんで遠いところへ運んでもらって、でそこでちょうどあの鮭がカリフォルニアの沖まで行くのと同じ形を取るわけですけれども、その枯れるという形ですね。それで新しい生命が生まれると。これはあのどこにでも見られる形です。次お願いします。これがちょうど枯れる状態です。その代わり新しいのが出てくる。ただ動物の場合は枯れると言わないで死と言います。でこのような一つの土台の上にこれが行われると。ですからこの生まれるという
出来事の奥にはね、その生があったわけです。でしかもその生というものは即死につながるわけです。はい、次お願いします。でまあさっきの場合は母親が大海原水だったわけですね。ところがやがて母親がこの子宮になってくるわけです。子宮になるけれどもこの羊膜の中にはですね、やっぱり水があるんです。でその水を分析しますと、昔脊椎動物が生まれた古代の海水の面影を一つの組成としてここに留めている。それは昔海の中で帰ったその面影を陸上へ持ち込ん でしかも母親の子宮の中で生まれるという形をとるわけです。ですから海という文字の中にはですね、三髄編にそのこの母親の母という文字がありますね。はい、次お願いします。でこれが23日、これはちょうど受胎してから23日経った胎児です。でこれが1ミリですから、ここからここまでが約2ミリちょっとですね。2ミリと言いますと、これほんのこれぐらいです。これ受胎してから23日でこれぐらいの大きさに。でここにこんなのがこうついておりますけど、これはですね、卵の黄身に相当するわけです。でこのこれはバック効きますか、後ろへ戻すの。いやいや、スライド、前のスライドにそれは効きますね。じゃあ次お願いします。これがニジマスです。これが大きさがちょうどイクラの、筋子のイクラの大きさですね。でこれ言いますとこういうふうなんです。これが何かというと黄身です。鶏ではこれが非常に大きいわけですね。でその早く言えばその親の遺産です。親からもらった遺産を食いつぶしていくうちに一人前になるという形をとる。植物の場合はこれがでんぷんになるわけですね。この親の遺産のでんぷんをもらいながら、あれです、こっちが根っこでこっちが茎になるわけですけど、全部その形を。ところが元へ戻してください。この人間の場合、これちょっとピント合わせてくれますか。人間の場合はここでですね、子宮の壁にくっつきまして、栄養は全部母親の胎盤からもらって、ですからこれは必要でないんです。必要でないけれどもやっぱり昔の名残としてですね、名残をこのようにとどめているわけです。ですからさっきのニジマスの赤ん坊とほとんど変わらないですね、感じが。これが心臓です。でこれが巨大な脳みそです。だからここにこの背骨の元がこう、これミミズのような感じですね。ずっと2ミリ半。次お願いします。はい、次。これがですね、さっきから3日経った27日です。これ最終月経じゃなくして、あくまでも受胎してから27日です。そしたらこのようにこの卵の黄身がありますね。でここにこういうふうに伸びて、これがへその緒です。これがずっと伸びて胎盤に尻尾がこのように、足がこの、手がこのような、非常に幅広くですね、エイのようなこう感じでついている。でちょうどこの頃サリドマイドを飲みますとこの状態で止まるわけです。でこれを見てごらんなさい。このエラが魚の丸でエラです。このようにはっきりと見えております。これが心臓、巨大な心臓ですね。心房と心室があって、ここに肝臓があって、ここにおでこです。
これは私たちお腹の中にいた時、皆さん方みんなこの状態を経過したわけです。でしかもそのあれですね、さっきの23日から3日でですね、早くこういう形になってきてるんです。次お願いします。これが31日から2日ですね。だからさっきから4日経ったらこれだけの大きさになってくる。でこれがですね、ここからここまでが約7ミリ、7ミリってこれぐらいですよ。でこれはですね、北欧のカメラマンのニールセンという人、最近あの写真集を出しておりますけれども、 2,3 年前に NHK で受精の瞬間から子宮の中の出来事をかなり番組でありましたけど、このカメラマンの撮った非常に生々しいその写真です。でこれは全部人工中絶で出てきた。で時々ほとんど無傷で出てくることがあるわけですね。でそれを書き出した瞬間撮った、これまだ血が残って、これ心房ですね、心室、エラがこういうふうにこうあって、これ目玉がこうできかかって、ここが内耳です。三半規管、手がこのようになって、足がこうなって、ここに尻尾がこのようになります。さっきの卵の黄身とへその緒はここでちぎれております。ここに肝臓があります。これがだいたい31日から32日で、この頃ですね、どうも生理がなくて、一体どうな、まあ、いつも遅れがちだけれども、今月は大変遅れるな、どうかなというのがこの状態です。ですから非常にその早くその気配を察した人たちはですね、もうすでにこの段階で婦人科へ駆けつけていって、でそこでおしっこの反応を調べて、妊娠だと分かればもう早くの手術して、これがその人工中絶では一番早い時期です。でこの顔なんですけれども、まあ、これから約1週間の間はですね、この顔がピタッと胸に、恥ずかしそうに胸に顔を隠してるんです。顔が見えない、横からしか見えないんです。でこれがいかにその魚の不可の顔であるかという感じはですね、ここから見ないといけない。そのためどうしてこれを切らないといけないんです。でこれを切るっていうふうなことは私はもう想像もしなかった、医学部にいた頃は。しかしながら今の職場に移りまして、学生にとにかくこのお腹の中の、私たちがお腹の中にいた時どんな顔をしていたかをスライドでですね、一目学生に見せてやればもうそれが全ての性教育じゃないかと思いまして、これを、これとは別のもちろん胎児ですよ、これは北欧のスカンディナビアの胎児です。私東京にいました時に親しくしておりました婦人科のお医者さんがですね、その本当に三月に一遍ぐらいほとんど無傷で出てくるわけです。でまあこれは普通5ヶ月以後毎科捜許可書が必要で、それ以前はですね、法的にはそのいわゆるその人間としては扱わない。でまあ普通中絶した場合はですね、どのようなものが書き出されたか、それを詮索するようなことは母親はしないです。これ文字通り闇から闇に葬り去られたもの、その貴重な標本なんです。でそれをそのスライドにとってみんなに見せるという行為はですね、これ許されがたい行為なんです。ですから医学部にいる時はそんなこと想像もしなかった、しかしそれをあえてやったわけです。それが次のスライド、この顔です。これ口がここまで裂けております。でこれがエラーです。これを大きな声、額がこうあります。これが31日ですね。で次お願いします。これが33日のこの状態ですね。これで大体わかりますか。ここに鼻がありまして、この状態はいわゆる三つ口というまあ、赤ちゃんができるときにですね、非常にこれは深刻な問題で、
その都心はしかししばしば見られるものですけれども、この都心というのがですね、我々の本来の姿で少しも出来損ないでも何でもない、全部我々は都心だったわけです。ただそれがたまたまくっついただけの話 でこの状態ですね、ちょうど真ん中のちょうど正中線の都心というのがあります。これは非常に数が少ないです。しかしな、一番多い都心は必ず正中線よりも横にちょっと寄っております。ここにあの目玉のですね、あの光彩の色素が出てる。でここにかすかにこう溝があります。でこの溝はあの涙の通る微涙管というのがあります。涙が外に出ないときは鼻に涙が出て、あの水鼻をこうすすり上げる状態ですね。でそれがあのマンホールだけど、ここではそれがまだ開いてるんです。溝のように開いてるんです。これがあの下半身、ここで切ったわけですね。そこへ持たせかけてある。ですからこれが手です。まだこれ内輪太鼓のように5本に分かれてない、この状態です。これが33日。でこの辺りになってきますと、もうぼつぼつそ この座りが、座りのこの予感がする時期ですね。でここからこの顔の幅はですね、ほんのもう1ミリ半から2ミリぐらいの、そんな幅です。次お願いします。魚の時代がだん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 そのこのカエルですね、両生類のような、それから爬虫類のような顔に、この一番大切な時代というものが舞台その1ヶ月を過ぎた頃起こるわけです。この文明の利器というやつはですね、非常に便利だけれども、一旦あのへそを曲げましたら、もうガンとしてあの時々これでね、もう講演会が終わりになることがありますが、あのあるいはあの胎児のですね、あの胎児の霊がこれを拒否したんかもしれないです。心臓がですね、それまで魚の心臓をしてたのが、心臓の中にその隔壁ができまして、右と左の心臓にきちっと分かれるのが36日なんです。でこの36日のあたりに何か異常が起こりますと、いわゆるその中核欠損というですね、中核欠損という魚の心臓の赤ちゃんが出てくるわけです。でその36日というのが、その皆さん方のこれからですね、赤ちゃんがお生まれになる場合は、その、まあ、母親の方はそういうことはほとんどその問題にしません。お腹の中にいますから、もうそれで十分なんです。ところが父親の方はですね、何にもすることない。これ手持ち無沙汰です。で、あの私のまあ死にわたってあれですけれども、二人目ができるときに、不幸か不幸か、そのちょうど日にちがきちっと分かっておりまして、で横でじっと観察してたんです。で今日ここにお目にかけたあの31日ですね、あの辺りからなんとなくやっぱりこの雰囲気が、この顔つきが変わってきます。でどのように変わってくるかというと、あの目つきが変わってくるんです。でどのように変わってくるかというと、あの焦点がですね、あの目の前に定まってこなくなる。もう遠いところを見るような顔つきです。でこっちの顔を見てるけれども、こっち素通りしてですね、なんか遠いところをぼーっという感じで見てる。でそれがだんだんその願望がこう、で36時に来た。初めてあの
かなりこのドラマチックに座りが起こる。ちょうどその36日で座りが起こった。で、その眼差しはですね、ああ、これは、その、3億年前の、古生代の終わりの、上陸しているあの時ですね。あの時、あの時の遠さというものを眺めている眼差しなんだなということが、その時ですね、わかりました。で、もちろん、本人はそんなことは全く、そういう自覚は、ただ横から見ますとですね、つまりお腹の中で、それだけのこのドラマが、行われているということを、まあ普通夫婦は誰も知らないわけです。ただ座りだけが気がつくわけです。ですからその座りというものは、我々はいつも、この第二次大戦ですね、ノルマンディの上陸作戦というのがありましたですね。で、これ、ものすごい犠牲を払って上陸するわけです。それで、この時に起こった全ての出来事が結局生まれてきた時のいわゆる奇形という形になって残っている。ですから最初座りが始まったこの時ですね。この時昔は一番多いのはこの時の流産が一番多いわけです。で今日先ほど井上先生と元則を二人でこう読みながらですね、五分っていうのが出てまいります。五分の大きさも。で、これが局長のこの上陸する時の30日過ぎた時のこの胎児の状態ではないかと。で、この時にまさにその流産が起こった。その今日その半ば自助伝なもんですから、昔の人はこの時期にですね、かなりたくさん流産したんじゃないですか、ね、で、なぜこの時期がそのはっきりしたかと申しますと、これが一番はっきり出てくるのが鶏なのです。で、鶏も卵の中でですね、これと同じことをやります。で、ちょうどそのエラが閉じて胚ができるこの時期ですね、これが鶏ではちょうど4日目です。で、皆さん方養鶏やっておられる方はご存知。その鶏をですね、卵を温めるときに、4日目のある時間ですね、厳密に申しましたら100時間です。95時間からだいたい100時間ぐらいのその頃、卵をちょっとでも動かしたら全部死んでしまいます。で、それ養鶏業者はですね、もうちゃんとそれ知っております。で、面取りも知っております。それまではもうかなり激しく卵を動かして空気を入れ替えておりますね。ところが95時間から100時間までのこのわずかの時間はですね、面取りは絶対に卵を動かさない。これ動かしたらおしまいですから。それがちょうど今の時期にあたるわけ。赤ウミガメではですね、これが大体12日から18日ぐらいまで。で、赤ウミガメは、産卵しましてですね、日和佐の海岸で生まれてくるのを我々、東京まで運ぶんですけれども、この時に、あれです、ある時間を過ぎましたら、卵膜が剥がれて死んでしまうんです。鶏の場合はいくら転がしても大丈夫だけれども。で、赤ウミガメを、フランキの、45度っていうフランキに入れまして、で、20度のフランキに入れますと、45日ぴったりでですね、赤ウミガメ帰ります。砂に埋める必要ないんです。20度のフランキでその上にガーゼをかけて、毎日盆栽のようにジョロで水をかけてやってたらいいんです。で、45日が来まして、朝この蓋を開けました。もう蓋の中一面にこれぐらいの髪の毛がこうしがみついて、で、こう開けたらダーンと下へ落っこちまして、それでどこへと、ふるさとの日和佐の海岸を目指してザーッと歩いていったんです。
で、その赤ウミガメも鶏と同じように、いや我々人間と同じようにこの時期を経過します。で、それがちょうどだいたい12日から18日までです。で、これは他の哺乳動物ですね、全部この時期を経過します。で、それが種によって全部違います。だから哺乳類もそうだし、鶏、鳥類もそうだし、赤ウミガメ、これ爬虫類ですね、爬虫類もそうです。そしたらもう一つ、下の両生類はどうかというと、山椒魚です。山椒魚もちゃんと上陸します。このここにエラが出ておりましてですね、そのエラがだん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 こうちっちゃくなって、でその頃水槽の中で飼っておりまして、その陸を作ってやろうって言ったんです。で、オオサンショウウオになりますですね。大体50日の頃からボツボツ水面に出て、バーッとこれくらいですね、水面に出て空気を吸います。で、その頃丘を作ってやらないと全部溺れ死んでしまう。だから砂を盛りましてですね、この水槽の中にこの丘を作ってやる。ある朝来ましたら、それがちっちゃいのが這い出してきましてですね、その砂の上にピタッと腹ばいになっている。で、こっちの顔を見ますとですね、カマ首をもたげる。まさにこれ上陸した瞬間です。で、それからまた水の中へ下ったり上がったり降りたりしながら生活をしていく。で、その時の糸ミミズはどうやってやるか、もう一旦陸に上がりかけましたらですね、糸ミミズは砂の上を置いておきます。で、それまでの間水の中で泳いでいるときは糸ミミズを水の中に掘り込んでやったら、そこでいくらでも食べるわけですね。ところが一旦上陸を始めたら砂の上に糸ミミズを置くんです。で、その空気中で食べるときにはピンセットでですね、そのもう餌付けするもうそれまでちょっと動かさないじゃないですか、動かしてずっとやっておりますとですね、パッと食いつきます。で、いっぺん食いついたらもう味を覚えて、もう砂の上に糸ミミズをいつも置いてあると、そこへ上手に食べるように。で、まあオオサンショウウオは特に戦後は天然記念物で何しましてですけれども、我々普通使いますのはブチサンショウウオっていうんです。で、このブチサンショウウオっていうのは山陰の方で取りますですけど、これは普通一番多いのは箱根サンショウウオ、東京サンショウウオとか霞サンショウウオ、これは田んぼのたまり水にいるサンショウウオです。ところがこのたまり水にいるサンショウは非常に進化しておりましてですね、上陸するのが非常に早いんです。もう2日か3日で上陸してしまう。ところがその箱根サンショウウオとかブチサンショウウオって、これの渓流ものすごい早い渓流に住んでるサンショウウオはですね、その非常にその家柄が古いといいますか、その進化が行われてないんですね。で、そういうサンショウウオはゆっくり時間をかけて上陸するんです。で、大体ブチサンショウウオは2週間かけて上陸します。で、オオサンショウウオは2年かかって上陸するんです。で、種によってですね、その上陸する時間が随分違います。で、これでお分かりになりますようにですね、我々人間は地球の中でこれ上陸するときは、さっき申しましたように32日から38日の1週間で上陸するんです。ところがその鶏はですね、95時間から100時間ぐらいの5時間ぐらい、これ種によって全部違います。しかしながら鶏でも赤ウミガメでも、これ全部卵の中ですね。で、我々人間はこれ子宮の中です。すべてその胎児の状態で上陸しているわけです。ところが山椒魚だけはですね、実際生きて生活をしながら上陸していくんです。自分で餌を食べながら。ですから山椒魚の生態というものはですね、本当に昔脊椎動物の祖先がその古生代の終わりにその上陸していった世界をですね、現実に行っているんです。ところがそのカエルとなりますとね、これ無尾両生類といいまして、尻尾がもうなくなった。で、普通尻尾がなくなるのは人類になって初めて尻尾がなくなるんです。
ところが変えるというのはどういうのか、ものすごいそのこうおませというんですかね、もう両生類の段階で林っぽがなくなってしまって、しかも45度に構えて空を飛ぼうとしてるんです。だからそういうその進化論的に言いますと、奇形的に進化を遂げたもんですね。ですからこのあのオタマジャクシがその尻尾が取れて何していくのか、これ非常に早いんです。でその普通あの箱根山椒、そういう尻尾の生えた山椒と違ってですね、そのそういう無微量生類というのは上陸の仕方がですね、そういう進化したものほどそのこの見極めにくい状態になってくる。